ということで、109回薬剤師国家試験の合格発表ですね、について解説していきたいかなと思います。はい、皆さん、合格発表ですね。2024年の令和6年3月19日の14時開始ということで、先ほどちらっと見て、ツイートしたんですけど、細かい内容についてはまだ調べてないので、そこを見つつ、皆さんで確認していきましょうか。2時5分ぐらいですね。に、この速報出ました。まず見ておきたいところがこちらですね。109回薬剤師国家試験の合格発表を行いました。本日厚生労働省は令和6年2月17日、18日に実施した合格者発表しました。で、ここですね。ちらっと見て、お、来ましたねと思ったのが、合格者数9296名ということで、まず、目安としていた9500切ってきましたね。それは母数が少し少ないっていうのもあるんですけど、合格率見てもらえれば分かる通り、68.43% ですね。前回の69%より低くしてます。その理由としては、別の動画でも話してますし、話そうと、動画新しく出そうと思うんですけど、合格率についてはどんどん低くなっていきます。はい。なので、今回69%切ったっていうのは、別に特段驚くべきことではなく、そうなるだろうねという予測通りですね。ただ、69%ジャストでもいいかなと思ったんですけど、わざわざこのパーセントにしてるなっていう感じですね。はい。そんな感じでしょうか。それでは資料を見ていきましょうか。細かいところは、後で説明しますが、ざっくりですね。こちら、68.43%ということで、先ほどツイートした内容としては、全体の合格率が、真の合格率計算したら61.48%でした。7%低い。61%っていうことは、大体はもう3人に2人しか受からないというイメージですね。のソースになっております。で、また、新卒の合格率ですね。こちら84.36%ですが、真の合格率に関して言うと74.09%ですね。10%低いですね。理由としては、卒業試験ですね。に関して、あなたは合格ラインに達しませんよっていう卒業試験落ちですね。の人数を引くとそういった数値になっております。そして既卒ですね。ツイートではこっちツイートしちゃったんですけど、大体母数からして、6年生既卒の方が母数大きいんで、そんなにパーセンテージは、変わらないので、こっちツイートします。ツイートしました。42.42% で、真の合格率ですね。が39.66%です。それは具体的にこちらの出願者数ですね。を合わせた数字なので40%切りました。はい。なので、どんどん既卒者の合格率は低くなってきます。理由としては、前も説明してるんですけど、応用を聞かせる問題、複合問題っていうのが多く出題されているので、どんどんと、既卒の受験生の合格率が下がっていくし、さらに実践の問題が多く出題されるようになってくるので、それは実務実習から離れている国士浪人生にとってはすごい、ハードルが高くなってくるという感じでございます。こっから下にまだ見てないんですよ、実際は。国立と公立と私立ですね、の割合が出ていて、合計的には、後で真の合格率見ますけど、こっから見ると大体国立と公立の合格率というのは大体同じぐらいですね。ただ、そんなにね、さっとしか見てないんですけど、ここの数字の差がないので、大体80%ぐらいですね。そして、ここですね。ここの、真の合格率が多分すごい低い。今計算していいですか。ちなみに、67.11%が合格率なんですけど、そこから、それは、合格者数と受験者数の、割ってる答えなんですけど、8428÷14062ですね。59.9%。
93%、60% 切るようになりました。なので、次第の皆さん、ちょっと危ないですよ。合計ですね。はい。まあ、そういった結果ですね。こちらがその結果になっております。で、次、合格基準。はい。210点。210点です。今回の国家試験210点がラインとなりました。はい。皆さんどうでしたでしょうか。あとは、禁止2問以下、近畿史問題選択肢は2問以下、はい。基本的に、下位なし1個あって、理論か。下位なし1個。まあ、下位なしの、まあ、ここもなんかあれですね。まあ、そんなところでしょうか。なので、合計だと、配点は1問2点、688点。3、4、4。まあいいや、そんな感じですね。で、あって、考慮した問題が何問あるか。さっきの、生物の問題、問い111。まあ、こちらが何、何これね。全員正解として採点。はい。っていうことですね。もう一個多分実務の問題。まあ、2問あったってことですね。はい。複数の選択肢を正解として採点。はいはい。そういうことですね。2問。あ、3問。3問ね。これは、採点対象から除外。ああ、なるほどね。そういうことですね。ああ、はあ。単位ね、はい。まあ、3問ですね。ありました。はい。で、今回に限ると、必須問題の足切りもいると思うので、まあ、人数的にね。まあ、そうなってきますね。なので、まあ、ここ、出願、ちなみに出願者数1万5000人で、受験者数1万3000ということで、ここの差もまあ、あるし、まあ、ここもちょっと少ないっていう感じですね。になっております。審査者9582、8400年。次、ちょっとこれ推移見てみましょう。6年で、ちなみにね、ちょっと少ないですね、やっぱり。13585人。受験者数ね。だいたい、1万4000とかだったんですね。で、ちょっと500人ぐらい少ない感じですね。で、前回 69% から 68.43% に下がりましたね。で、ここから見ると、まあ、70%、この辺ね、70% で減って、わざとここで 70% 切らしてきて、まあ、減っていくよっていう説明をしたと思うんですけど、まあ、ここから減ってって 68.66%、68.02%、そして、69%。まあ、ここね。まあ、あと人数のあれもあると思うんですけど。で、わざと、ここの数値9500ラインだったんですけど、まあ、人数も、ポイントだと思うんですけど、母数のね。多分、母数が同じであれば、68.43% なんで9500ぐらいですね。まあ、今回は受験者の人数によって9296って絞られているけれど、まあ、ここのパーセントに関して言ったら、まあ、68% 台に戻りましたね。まあ、ここはわざと戻してますよね。っていう具合で、まあ、おそらく、次、まあ、68% になる可能性あります。で、9600人を確保するっていう意味合いじゃないっていうのが今回の試験で分かりましたね。もし9600人は確実に国家試験に合格させるっていうことにするならば、ここ9600にするはずなので母数関係なく。まあ、そうした場合多分 70% 超えていくので、それをしなかったっていうことは、まあ、確実に次回も 70% 以上ではないし、70% 以上じゃないし、この 68% のところは基本的に推移していって、さらに上がることはないから、ただ下がっていくっていう感じですね。
になります。はい、ちょっとここ見たかった。次、都道府県別はいいか、大学別をちょっとちらっと見ましょう。ちょっと気になる。はい、まあ出てますが、まあこれはただの合格率ですね。国立はまあ高いと思います。83.85。で、公立もまあ8、さっき85点ナンパですね。まあこっからですね。まあ、ただの合格率ですが、まあ55%とか、まあ70%弱、55%、52%、45%。これもさらに低くなりますね。出願者と受験者数、この受験者数と合格者で割ってる数字だからね、ここもさらに低くなりますね。ここも低くなります。あ、でも6人ぐらいか、そんな変わらない。 30.95、まあ、ここもね、まあ、結構特色大学によってありますよね。今ちょっとざっくりやってます。そしてって、はい、っていう感じですね。まあ、ざっくりと今回は皆さんで、まあ、どういった合格発表になったのかっていうのを、まあ、確認してきました。詳しい内容については別の動画でお話しさせていただきます。皆様どうでしたでしょうか。それでは、薬剤師国家試験攻略メソッドと薬剤師国家試験攻略予備校は無償で運営しているため、続けていくためには皆様のご協力が必要です。 YouTube のチャンネル登録と X のフォローをよろしくお願いいたします。